ポロディーム・イルダーリー記念東ウクライナ国立大学は、ウクライナルハンシク州、ルハンシク日本部を置くウクライナの国立大学である。1920年に設置された。大学の略称は、イースト・ユークレーニアン・ナショナル・ユニバーシティ。1920年に創立された、ウクライナの国立大学である。大学は20の学部、2つの教育学会、国際センター、 管理者のための再訓練センター、応用生態学研究所など20の研究所と、エンジニアリングセンター、図書館、出版、印刷部門で構成されている。大学スタッフは、1035人の教員と、約1700人の職員である。セブロディネッツク技術学会、ルビズの支店セブロディネッツク工業短大現在、およそ3万人の学生が在籍する。 20の学部で113の専門教育を提供している。現在71カ国で活躍している12万人の専門家を育ててきた。大学はエンジニアの他にも数学者、物理学者、心理学者、経済学者、社会学者、哲学者、宗教家、ジャーナリスト、弁護士など様々な分野の専門家を育てている。学生数の人文科学系と 理工学系の比率は50、50である。また、外国語、社会科学と情報工学に力を入れている。大学は教育機関として国際協力を重要視しており、大学の活動の最優先事項となっている。ロシア、ポーランド、米国、チェコ共和国、日本、スウェーデン、フランス、ドイツ、インド、ルーマニア及び、 ブルガリア等の夏季のような研究機関とともに、科学分野の国際共同プログラムに参加している。大学の研究者と学生は、中央ヨーロッパの大学、ドレスデン工科大学、ノルウェーの国際大学、その他の国際的なプログラム、W、タッセ、ムコカパーノクス、エウリカ、フルブライト、ラット、フェデラに参加している。現在、ヨーロッパ、 アジア及びアフリカから200人以上の留学生が在籍している。教育分野での欧州連合の協力は非常に進んでいる。教員数1035人、学生数3210人、学部教育課程91、博士課程15、科学出版物2275冊、科学教育書類1750冊、特許出願91、 教室105鉄道輸送機関、学会輸送技術学会国の内外の100万以上の文学賞を所蔵している。訴求的な文献データの作成を行っている。ローカルコンピュータネットワークを構築していて、インターネットのウェブサイトがある。1992年からすべての所蔵書は電子カタログに登録されている。本図書館は、 ルハンシク地域の教育機関の図書館の中心になっている。大学では鉄道輸送機関の技術的な研究を行っており、この分野で絶えず、ドイツなどと国際的な共同プロジェクトを行っている。また、高エネルギー物理学の分野の基礎研究を行っており、高水時の大気中の電波放出を記録する新しい方法を開発した。また、 チャイメクス研究所では、生物学的活動による化学物質の生成法の研究を行っており、いくつかの合成物は、除草や講習用効果を示している。また、セバースキード熱川流域の歴史と考古学の調査を行っている。新入生の教育、研究は9月から始まる。 学生はクラスに分けられた後、学生クラブ、ソブラメニックに迎え入れられる。芸術などいろいろな活動で、約30のグループがある。フォークダンス、ツバイテックのアマチュアアンサンブルがあり、地域で有名である。社交ダンスのコサックか、ボーニツのアンサンブルも人気がある。ヘレン・スコアリックは、腕相撲のヨーロッパチャンピオンになった。大学のロッククライミングチームは、 ウクライナのチャンピオンシップで優勝し、キロロシェフチェンコは、個人でもチャンピオンになった。ルーボーブ・コストコーバは、国際的チェスコンテストで良い成績を残した。サーゲ・ライセンコは、マウンテンバイクの国際的なコンテストの勝者である。大学のフットボールチーム、バスケットボールチームは、ウクライナのリーグで活躍している。大学のソフトボールチーム、ニカは、 12回、ウクライナのチャンピオンになっている。ありがとうございます。